はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、資格取得大失敗、累計100万円以上通信講座につぎ込んだ男性の話ということでね、男性の後悔ということで、ファイナンシャルフィールドさんに掲載されていた記事をねテーマにやっていきたいと思うんですけれども、とにかくですね、資格講座を取って結局ですね、なんかその資格を取得しないというか、やる気がなくなってね終わってしまうっていうような方が一定数いるんですけど、そういう方ですね、のちょっとお話ですね。20代で100万円以上、資格講座につぎ込んだという A さんですね。なんでそういうことになったのかっていうと、22歳で会社員として働くんですけど、やっぱり公務員の方がいいんじゃないかってことで、公務員講座8万円で取るんですけど、結局筆記試験を受かって面接で、落ちてしまうということで、公務員にはなれずということでした。で、その後ね、親が教員なんで教員の方がいいんじゃないかってことで、教員のね、講座なんかを25万円で取得するんですが、これにはなれず、そして転職して、ダメだったということなんですけれども、その後ですね、いろんな資格に手を出します。例えば社会保険労務士講座18万円、行政書士講座16万円、中小企業診断士講座30万円、これね、すべて途中で挫折してしまって受験すらしていないということで、あります。で、こういう方ってちょっとえって思うんですけど、でも一定数いるんですよね。で、私もよくわかるんですけれども、司法書士取った後に、行政書士講座取って、講座っていうあれじゃないですけれども、行政書士やろうと思って、でこれは本当に頑張って自分を奮い立たせてね、もう一生に一回この場面しか受験のチャンスはないと思ってから前取れたんですけど、その後ね、私も FP 取ってみようと思って、自分のね勉強のためにで FP 講座取りましたけど、しかも2回も取ったけど1回も受験しないで終わってしまってるんで、その気持ちはすごいわかるんですよ。でこれやっぱり目的をはっきり持たないと、計画的にねやっていないと、そういうことになりがちなんですね。なんか受験勉強してることがかっこいいとか、なんかそれによってなんか安心してしまって終わってしまうってことって結構あって、しっかりとですね、その資格を取って何がしたいのかっていう目的意識がなければなかなか続けませんので、やっぱ高額なね講座買う前にね、ちょっと立ち止まってみて、例えば社労士やるんだったら、社労士どんな資格なのか、仕事なのか、これ取ってそれを一生の資格に仕事にしていこうっていう気概で取っていくのかとか、それともそれを取った、それを利用してですね、なんかもっとその社労士を教える人になるとか、いろいろ使い方あるんですけど、とにかくそういう目的をはっきりしないうちにですね、なんとなくやってみようっていう意識で申し込んでしまうと、やっぱりね、もう受験すらせずに終わってしまうという結果になるので、皆さんもね、本当に気をつけてください。これ本当によくいらっしゃるんですよ。で、私もそれやりました。ファイナンシャルプランニングのね講座、しかも3級2級セットっていうのを買って、それをもう挫折して、3級2級も受けてないんですよ。で、それで講座のですね、有効期限切れちゃったんで、今度こそ受けようと思って、で3級2級セットで取ったからいけなかった、3級だけ取ろうと思って3級講座取ったんですけど、結局それも中途半端に終わってしまってね、いやーあれ本当反省ですね。やっぱ取って何がしたいかっていうことですね。それがないとやっぱ難しい。自分のその勉強、金融の勉強のためだけにやろうと思ったら、やっぱ株ばっか勉強しちゃって、やっぱ保険とかね、そういうのいいやと思って勉強しなくなっちゃうんで、なんかそういうのでやってるとなかなか資格のね取得は難しいというふうに私も体感してますんで、皆さんもですね、とにかく資格の勉強するには目的意識をはっきりして、そしてあれもこれも手を出さないこと、とにかく一つのものに、そのね1年あるの あったとしたら、1年に1個だけ、そういう形でね、やっぱりやっていくってことが大事だと思いますので、皆さんもね、こういうのこのような方にはならないようにお気をつけください。はい、ということでね、今日は、100万円以上通信講座につぎ込んだ男性の後悔ということでね、記事が掲載されてましたのでご紹介しました。リンクね概要欄に貼っておきますので、気になる方ぜひご覧ください。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。